はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第46弾やっていきましょうで問題10問ありますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解説付きで解いていきますので聞いてもらえたらと思いますちょっと買いましたねでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします じゃあいつも通りね画面下げますのでお待ちくください,いくよちょっとね画面がね結構画角ギリギリなんでこのぐらいかな OK よっしじゃあいきましょう、まあ、前回はね若干 S 系を感じる四首の問題だったんですが、まあ、前回に比べれば今回は少し優しめかなと思いますただ、まあ、若干攻めてるよね <laughs> 攻めてるというかあの難しいのも入ってるんですがまず1番です で、結構3マイナス7みたいなシンプルな問題もあるんですけど、まあ最初からちょっとね、マイナス引き算と掛け算が入ってるとこなんですが、まず掛け算、え引き算と掛け算は、掛け算が先にやるのがルールなので、まあマイナスまで持ってきちゃおうか。マイナス3かけるマイナス1と、この部分をね、考えると、これ3かけるマイナス1でやってもできるんですけど、まあ、マイナスまで含めてやっちゃうと、マイナスかけるマイナスなんでここがプラス3になると。つまり4、4プラス3に変わるので、答えは7と。 で2番で番す <laughs> ここはね2番からこれ結構なかなかのボリューム感じるけどえ分数が入ってますで括弧があるのでさっきね引き算と掛け算掛け算先だよって話をしたんですがこれ括弧がなくて引き算と割り算だったら割り算先なんですよ。ただ今回括弧があるのでの中身ががこれが先になりますで分のマイナスです、ね、まあ通分が必要になると。 2は1分の2です1分の2で通分するとちょっと消しちゃいますね。通分すると2は4分の8になります。つまり括弧の中身を計算するとマイナス分のになるんですここね青の部分はマイナス4分の 5, でここ、ねの分分の5。で割る6分の5なんですけど割る分数ってきた場合は割り算を掛け算に変えて割り算の後ろを逆数です。 分分母と分子ひっくり返しますつまり5分の6とこれ計算ねであとは約分ができるから5と5はまあ消しちゃってここ2で約分すると2と3が残るつまりマイナス2分の3とこれで終了ですじゃんじゃんいきましょうはいごちゃごちゃしてますが掛け算と割り算なので1個ずつねやっても構わないんですが一気に倒しちゃいましょうで プラス、プラス、マイナスです。マイナス1個ですね。マイナスが奇数個。1個とか3個、5個なったので、答えもマイナスです。で、自分はですね、こうやって長い分数を書いて、えー、上に来るか、下に来るかだけ。で、割り算の後ろが分数の下に来ます。い割り算の後ろが分数の下です。つまり、こいつは、 2B は下にきますでこのマイナスに関してはさっき計算でマイナスっても出してるので使ってるから気にしなくていいも 2B が下に来るであとは 3a 乗 B は上×の後ろは上に来るから 4ab も上に来ると。で約分一気にしちゃいましょう。2と4で1ににななって2になる え、これ本当はダメねあ。ダメねっていうのは、こういう狭いところに書かない方がいいよ。こういうのは。みんなも受験本番の時は、ごちゃごちゃしてるところに書かない。計算は。必ず広いスペースを使ってやってください。そうしないと、約分した後に書き忘れ。広い忘れが起きます。自分で書いた文字なんだけど、いや、そこにやったのに見逃したわ。みたいなことが起きますので、こういう書き方ダメね。本当はね。で、B と B 約分して、残った。下は全部消えたので、残ったのが、これまんま残ってますね。 あとは二と a が残ってる。つまり、まあマイナス忘れない,い、忘れないようにして。マイナス三かける二で六。a が全部で三個。あるから、a の三乗 b は一個あるから a の3乗、b, 1から b。つまりマイナス六 a 三乗 b と、これが答えになります。次もね、結構珍しいですよね。ルートを分配するってあんまり見ない。受験で。自分がやってた中ではね。あ、変わってるのいいなって思ってね。 ま,あまず、ルートに関しては、えっ、ー、と、中身を直せるもの。これここ、ここで言うと、ルート12は直せるので、ここから直していきましょう。えー、ルート12。4×3 なので、2ルート3になります。これはね、4×3 です。こうだからね。で、ルート3。分配法則で組まります。まず、ルート 3× ルート3。ルートは同じものをかけると2乗になるので、ルートが外れます。つまり、ここをかけると、3になる。 で後ろに分配するとこれはまあ普通にくっつけるだけなのでス6ルート3とこうなります。でもう一個ルート3とルート3同じルートの中身なので計算ができますのでここを計算する。でまあ3はそのまんまだから3 2く6だからス4ルート3となってこれで終了となります。 で5番はでですすね個人的に好みですこの制作者の方いいねいいセンスしてますねって思っちゃうんだよね。あの因数分解しなさいっていう問題で x2 乗のところに係数をくっつけてくる人はああそうねそこ狙いたくなるよねって個人的には共感します。これですね因数分解していくんですけど普通因数分解公式なんですよねっカッコカッコの公式に持っていくんですが x2 乗の前に係数つまり数字がくっついてる場合はまず最初にくくり出しをします。 くくり出しでここの数字2でくくり出すまあ全部2がね共通因数になってるので2を出してこっから2を取るとつまり x2 乗残りますよねこっから2を取るとマイナス 10x になりますこれ2を取るっていうのは2を引くんじゃないからね20が 2×10 になってるからその2を取るのだから10が残りますで50も 2×25 って考えれば2を取ると25が残りますよね はいこうやってくくり出しますで必ずこのタイプの問題っていうのはくくり出した後にに括弧の中身が因数分解できる形になっているのでもう一個2でこれはですね後ろが525になってるパターンなので因数分解すると x-5 の2乗でですすねこれで終了となりますちょっと2乗がくしゃってなったんで書き直しましょう。 こうですねはい6番二次方程式でございますえ、二次方程式解き方としては必ず右辺をイコール0にしますまずイコール0まあこれねご利用していったら解けないことはないんですけどまあ -6 になってるのでまず、あ、整理をしたい整理をするためにはここを1回展開します展開ね展開してからもう1回因数分解するパターンで展開していくと x2 乗で公式使って X x-12 です足したもの x ね足すとプラス1だからプラス 1x かけたものマイナス12が公式もし公式忘れちゃった場合は全部だけ使ってください x×x x× -3×x ププララススやってくれればここ持ってこれるからねもし本番で忘れたらそうやって地道にやろう構わないからでイコールマイナス6となってますでさっきも言ったように右辺 をイコール0にする必要があるのでこの項をこっちに移行してきます移行してくるとプラス6マイナス1 2とプラス +6 がくっつくのでここマイナス6に変わりますでここが0になるこの形イコール0になってしまえば因数分解で解けるとでまずここねきれいになってるからこれを因数分解しますそうすると足してプラス1ナス6になる数字のコンビを探すんですが 探すととす、ね、といいとプラススマイナになりまこれね気けるとといいすプラスでここプラス1になってるかけてマイナス6になってるからこれで OK! でまあ思春ねずっと見てくれてる方はよく説明しますけどここの数字の符号を変えたものが答えになりますちょっとずるい方法を使うとねだからプラス3が符号を変えてマイナス3とこれがマイナス2からプラス2になるから2と。 ななってこれで終了となりま,すまあ本当はねカッコの中身がイコール =0x+3 が0になる時とこっちの括弧の中身 x 2が0になる時を解くとこれになるんだよ。本当はね。よろしいでしょうか。で次です7番。少しね問題文省略して書きましたけど。 A 個のりんごを10人に B 個ずつ配ったら5個余りましたとでこれを数量関係の等式で表しなさいっていう問題ですえ主役は A 個のりんごなのでスタート A 個のりんごはってで10人に B 個ずつ配るんですよ。BBB、はい、って10個あるんだから 10B ですよね。B 10B が10個でできるわけだからです で、それで5余ったっていう。余った時はプラスなんですよ。こういう流れでくるとね。だから答えとしてはこれでいいわけ。A は 10B プラス5って。で、まあちょっとプラスかマイナスかの、ね、ここはちょっと引っ掛けというか怪しいとこにはなるので、イメージ。このね、状態をちょっとイメージしてほしくって、10人にさ、B 個ずつ配るわけよ。B、B。ちょっと全部かけないから、4、5、6、7、8、9、10って。これ全部 B ね。つまり今ここがさ、 B がであと5個余ってんだわ5個こうやってりんごがねちょっとみんなちっちゃくて見えないかもしれないけど5個余ってるわけよで今主役は A じゃんもともと全体が A だったわけ全体のりんご A 個は 10B にしかもまだ5個余ってるんだから足さなきゃでしょ 10B、10配った分と余った5個分が必要なんだが、足し算しなきゃいけないから、まあ、式としてはこうなりますよっていう感じ。いいかなさあ、8番いきましょう。えー、一応ね、式は書いておきました、あ、い,いう、えでございます。で、それがですね、マイナス2の1。えー、この座標を通るものを2つ選びなさいと。いいね、こら2つってとこもね、また渋いね、なかなかね。はい、で、これどう出すかっていうと、どんな関数だろうか。これ、比例ね。反比例。 で、えっと、1次関数、2次関数と、まあ、全部整揃いしてるわけですけど、どれであろうと、点が通るっていうのは、代入すればすべてわかります。すべてわかる。で、もちろん、x と y 両方代入しても構わないんですが、まあ、x だけ代入する方がシンプルかな。やり方としては。どうやるかっていうと、全部 x のとこにマイナス2入れるんです。ここ、マイナス2。入れるとさ、ここ、y イコール、マイナス2かけるマイナス2だから4。入れると、マイナス2分のマイナス2だから1。 入れると、えー、マイナス2く3だからマイナス5、はい、入れるとマイナス4分の4分の1かけるマイナス2の2乗っていうのは4ですマイナス2かけるマイナス2だからだからマイナス1になるあちょ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 あ待って書き,の書き間違ったあ書き間違ったごめん <laughs> もうマイナスいらないわごめんよだよねげえなと思って 1>, 1ですね4分の1かける1あ4になるから1になるとってことで代入したら y 座標が1になってるのはこれ。 この糸 A だ,、ね、だよねだから糸 A これで終了その座標を通るかっていうのは代入したのが早いですでこっから2問がまあ少しこの中では難易度が高めかなと思いますで9番ですねまずまあ図は書いてあるので情報としてはですね「A、こ」AD、ここですこねあの傘マーク「こ」ね「こ」「こ」 コ AD とコ DC ここが一緒なんですいい。でその時にあそこ35度書いてあるのであとは BAC の角度を求めたいとここですね。はいまあまあ円周、まあ、半円使ってますけどもろに円が出てきてしかも角度出てきてるってことは円周角の定理をまあほぼほぼ99.9%使うだろうなと考えてくださいわざわざ円を持ってきてるからね。 で、まあ、これ今回も使っていくわけなんですけどまず円周角の定理として一発でここで分かるのが一番基本的なところね今回ちょっとかあんま関係ないんだけど、まあ、関係なくはないかまあ関係ないんだけど使わなくても解けるのがここここ3 5度ですこれがなるほどそうだよねって思わなかった方は、えー、リンク貼ります右上か下円周角の基礎問題のやつ一番ね最初の授業したやつ貼っておきますのでそこぜひ見といてくださいほんとよく出てくるから円周角の定理ね で、これは何かっていうと、円周角よくスタート地点っていう話をするんですが、この2箇所、まあ、円がの半円になってるけどさ、この2箇所をスタート地点にして、外に向かって引いた円周角。同じスタート地点から外に向かって引いた円周角。つまり、同じスタート地点から出てるから、この辺は35度35度共通になります。必ずね。で、もう1個発展形で、まあ、今回のポイントにもなってるし、よく受験で、トラ、トーラ。 問われるのがここですはいここ35度です同じですここもこれちょっと消しておきますねここに関しては今使わないのでよいしょよいしょはいこことここが同じ角度になりますなぜかっていうとですね同じスタート地点ではないんですよここに関してはこの赤がスタート地点ですよね今ちょっと青にしておきましょうここここに関してはこことここがスタート地点になってます ここをスタート地点にして外に向かって引いてるからね。スタート地点は違うんですが、個が同じ。個の長さが同じスタート地点から出てる場合は円周角一緒です。つまり、わざわざこことここが一緒って言ってくれたのは、ここの円周角とここの円周角が同じを使えよっていうアピールですね。つまりそこ35度です。 で、余談になります。ちょっと余計な話にはなるんですが、例えば、ここの個の長さの2倍の個の長さ。だってここがね、この辺が2倍とするじゃん。2倍から円周角を引いた場合、個が2倍になったら円周角も2倍です。つまり、ここからこの辺から2倍だと。こっから外に向かってピーってもし引いた円周角は、こいつの2倍だから70度です。っていうのをよく使います。受験ではね。 で戻りましょうさあ答えに導きたいんですがもう一個ポイントとしてはこの三角形ですここですこここれはですね半円になってますけど円に内接してます、まあ、中にくっついてる三角形ですよね ABD 全部くっついてる円周にしかもその一辺が直径を使ってますこれ直径だもんねこれも円周角の定理でよく出てくるやつ っていうのが分かるので、えー、35度90度その125度ですよね残りの角度は70嘘です55度です35度90使ってるから残りは55度つまり残り全体は55なんですここがで上は35って分かってるからつまりえー、っとこっちでいいか55度から35度を引いて答えは20度と これで終了となりますさあ、えー、三平方が終わった嘘です、えー、収穫の定理が終わったら次は三平方ですねまあこう黄金コンビというかよく出てきますねこの2つはで右の図のような直方体がありますとそれねで AB イコール AC なんですここつまりこことあ AB イコール BC だごめん BC ここ一緒なんだよねつまり、えー、と上のまあ、下もそうだけど底面が正方形なんですこれ正方形になってる でその時に AF が3です。ここが3。で BD ここの斜めが2です。ちょっと青だから見にくいかもだけど。その時にこいつの体積求めなさいっていう問題。まず体積。何の情報が必要かっていうと底面積が必要です。底面積高さで求められますねつまり底面積と高さが欲しいと。じゃあまず底面積から考えていきましょう。ここです。 まあ上の面でも構わないので、さっきも言ったように、底面、今回正方形になってます。正方形ですで。正方形は縦かける横じゃねえよ。そう、一辺かける一辺なので、外の長さが分かっちゃえばいいんですよね。で、今まあヒントとしてわざわざここを2と、ヒントをくれました。え、もともと正方形なので、これは直角二等辺三角形になってます。45度のやつだね。つまり、1 1>, 1対1対ルート2です。あの三角定規のやつね。こういう比が成り立っております。じゃあ、一辺の長さを x って置いたとき、まあ、一回暗算安全できる方はね、それで構わないんですけど、ここ対ここですね。つまり、1対ルート2イコール、えー、x 対2か。1対ルート2イコール x 対2。で、なかなか外外と置くと、 ルート 2x イコール2。両辺ルート2で割りましょう。そうすると、ルート2分の2になるんだよね。で、有理化して、え上と下にルート2両方かけましょう。そうすると、下のルート2かけるルート2は2です。ってことは、2と2で約分できるから、つまり、ルート2なんだよね。今出したのが、ここの1辺の長さがルート2ってことが分かりました。長さがね。さあ、もう1個です。 今これが出たことによって底面積はもう出せますあとは高さです高さで高さどうするかっていうとまあわざわざねここを3って置いてくれてるのでこれを使いましょうでしかも今ここルート2だからここもルート2ですよねここの高さが欲しいんです y とかにしときましょうはい直角三角形ございますさっきみたいに1対1対ルート2は使えないので普通に三平方の定理使っていきましょう斜辺 3ですね滑り台の滑るところの2乗から滑り台の2乗イコール y の2乗プラスルート2の2乗だから2ですまとめると y の2乗イコール72乗を取る代わりにプラスマイナスルートをつけます本当はねでもえっ、ー、とルートあーと長さにマイナスはないのでルート7の方だけ使うこれで高さもルート7と分かりました、えー、答えを書くところが。 ありません <laughs> ちょっとしたギリギリかな <laughs> これでは書きすぎだね <laughs> じゃあ答えいきましょう底面積です底面積はルート 2× ルート2です一辺がルート2だからね <laughs> ルート 2× ルート 22× まあそうだよね <laughs> ちょっともめねあのね入れたいこれはもうちょっとここ消していいもう一回書くわうまくスキップしてみんな <laughs> えーと、Q、イコーで y2=7 だから ルート7となりましたとで面積ですね面積じゃねえよ <laughs> 体積ですねいきますえっ、ー、とさあもう一回底面積が 2× 高さがルート7だから <laughs> いやいやこれ書き直す必要なかったかもしれん立方センチメートルこれで終了となりますいいかなあってさっき解いたやつどこだ合ってるかな あ、あ、OK、でです、すはいいとと、と、うう感じですえーと何しゃべるの忘れちゃったあそうそうそうあと最近ですね最近ではこの動画を投稿してる時はこのあとかもしれないんですけど円周角と三平法に関してまだねこの時期習ってないっていう方がさっきツイッターでアンケートを取ったら結構いたんですよね三平法に関しては40%ぐらいの方がまだ習ってないでこれ学校、まあ、塾でやってれば問題ないのかもしれないんですけど この、やっぱり、ここの二つっていうのは、やっておかないと、過去問で止まるんだよね、一回一回。なので、あの、演習格と三平法ですね。そのまとめた動画、ええ、まだ三平法しか撮ってないですけど、まとめた動画もリンクに貼っておくので、ぜひ使ってください。まあ、概要欄の方にね、あの、うまく載せておきますので、チェックしてもらえたらと思います。では、ちょっとね、長くなってしまったんですが、今回は高校受験対策のシ旨シ,シリーズ第46弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。